隊長、あなたのような若者も人生は短いと感じることがありますか？最近、東方古外の複数の家庭が子供を亡くしてるんですよ。輪廻に戻された若者たちは虚空の中で人生を振り返り、時間を無駄にしたことを後悔するのか、神様の不公平を恨むのか、どちらなのか考えていたんですよ。まあ彼らがどう思おうと無意味なんですけどね。この世に残るのは体だけなんですから。はあ、いいえ、友達ではありません。ただ残念なだけです。若くて新鮮な死体を手に入れることができなかったので。みんな急死したと聞いています。近頃の若者は体が弱すぎなんです。体調も注意してもっと運動した方がいいと思いますよ。そうかもしれないですね。様子を見に行きましょうか。どうしました？静電気ですか？ほう、どれどれ。死んでますね。いいですね。これはいいことですよ。死体なのは分かっています。私はこれまで隊長よりもはるかに多くの死体を見てきましたから。死にたてのようですね。よかったよかった。このまま道の真ん中に置くのはよくありませんね。ひとまず連れて帰りましょう。あ、もしかして半分欲しいんですか？では死体を持ち帰りましょうか。
およしなさい。ええ、それを開けたら魂一つと出来たての死体を私が手に入れることになります。この間の死体ですが、警察に持っていかれてしまいました。警察に散々尋問されて、釈放される時には二度と死体を隠すなって警告されました。やれやれ。隊長、どうして警察に通報したんですか？それもそうですね。今回は私が悪かったということですかね。でも回収される前に死体を調べてみたんですよ。奇妙なことを見つけました。死者は急死してました。しかし全身に傷一つなく、死ぬ直前に精神的苦痛を受けたようでした。悪霊ですよ。解析してみると、あの人は死ぬ前に悪霊に魂を蝕まれていたようです。残念ながらその後死体を警察に持っていかれてしまい、それ以上の情報はありませんがね。あれ、どうしました？顔色が悪いですよ。ふん、そういうことですか。ここに立ってください。調べてみましょう。ああ、なるほど。確かに隊長の魂にはあの死体と同じく悪霊に蝕まれている痕跡がありますね。あの死体ほどじゃありませんが、楽観視できる状況ではありません。でも変ですね。死体を回収したのは私ですよ。どうして隊長に取り付いたのか。その鏡を見せてください。よし、では隊長の家へ行きましょう。そう、今です。そうしないともうすぐ私が隊長の死体を手に入れることになりますよ。わかりました。お待ちなさい。お、いえ、何でも言ってください。私はここで待っています。
私も入りましたよ。部屋に結界を張ることくらい簡単です。隊長がベッドルームに入る前に気づいたので私がいます。心配しなくても大丈夫ですよ。まあそんなに焦る必要もありません。あの悪霊が何をするつもりなのか付き合ってみましょう。ああ、隊長は知らないんですね。でも私は知ってますよ。彼らは昔の東方古街の住民ですよ。タイムスリップじゃありませんよ。言いましたよね。ただの結界です。あの鏡についた悪霊が作った結界に閉じ込められているんですよ。東方古街は公海都市北西のあの東方古街をコピーしたものですけど、隊長が見た人々はみんな古代の東方古街の人間ですよ。あの悪霊が楽しむためにこの結界を張ったのではない、それは明らかです。何をしたいのか見てみましょう。ひとまずあのおじさんの言うことを聞いてついていくんです。大丈夫です。私がついています。隊長のことはちゃんと守りますから。お、隊長、何か面白いことでもありました？ずいぶん慌てているみたいですが。ああ、なるほど。それで？わかりました。どうしてもというのなら、少しだけ待っていてください。すぐに行きます。隊長、今どこに？ああ、箱が運ばれてくるのを見ましたよ。箱の隙間から私を見ることができますか？最前列にいるんですが。どうです？見えましたか？わかりました。今助けに行きますよ。ここまで見れば
私の推測の裏付けには十分なようです。そろそろ助けるとしますか。隊長が本当に箱の中で焼き上がってしまう前にね。水は火を制すでいきますか。東方古街にある店の店長兼妖怪退治屋です。いいえ、お話ししたいことがあります。もし私の推測が正しければ、あなたは雨乞いの儀式で生贄にされ焼死し、怨念によりこの世に縛られ、あの鏡に取り付いたんですよね。今また鏡が見つけられ、あなたは鏡を手にした人たちを呪い殺し、そして隊長に拾われました。どうして人を殺すんです？まあ見殺しにはできませんからね。それに隊長は東方古街の住人ではありませんよ。復讐の相手を間違えましたね。もっと言うと、あなたには復讐する理由なんてありません。あの時誰もあなたを殺す気なんてなかったんですから。知ってますよ。だからわかるんです。私は以前弟の魂を探して東方古街に来たことがありましてね。その日起こった出来事と今ここで起きたことが何から何までそっくりだったんですよ。炎を消した雨以外はですが。だから何が起きたか知っているんですよ。あれ以来東方古街ではこの雨乞いの儀式は永遠に廃止されました。そもそもこの雨乞いの儀式で燃やされるのは人ではなく別のものだったんですよ。嘘じゃありませんよ。隊長、箱の中のものを見せてやってください。それが雨乞いの儀式で使われるものだったんですよ。あなたの人形を作ってあったからあなたが選ばれたんです。あなたが彼らの話を誤解して自分から木の人形の入った燃やされる箱に隠れ、雨乞いの儀式に運ばれるなんて思ってもいなかったんでしょう。実際には誰も何も間違えてないんですよ。運命以外は。あなたの恨みには何の意味もありません。あなたの恨みは存在すべきものではないんです。東方古街は何も間違えていない。あなたは東方古街に対する恨みを忘れてしまうべきです。すべて手放しなさい。もうおしまいですよ。ではこの結界を解いてください。もしこれからどうしたらいいかわからないというなら私についてきなさい。時間はたっぷりあります。ゆっくり考えることですね。もちろん違います。あの子の魂ならもう回収しました。体調が悪霊に煩わされることはもうありません。隊長も大変な目に遭いましたね。
今回の退治料金はおまけしておきます。でもあの鏡は持っていきますよ、念のためにね。はあ、参りましたね。さっきまで覚えていたんですが。とりあえず事件も解決したことですし、失礼します。また何かあればご遠慮なく。